麻雀ファンの皆さん、こんにちは。フォーカス M シーズン6第34回戦の模様をお届けします。司会実況の青ゆりかです。よろしくお願いします。そして本日の解説は斉藤剛プロが務めます。斉藤プロ、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは対局の準備が整ったようです。フォーカス M シーズン6第34回戦東杯の開始です。なお、ルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。まず34回戦並びからご紹介いたしましょう。さあ、ちいちゃに黒沢さき、続いてなんちゃに阿久津翔太、シャーちゃに勝俣健二、最後ペーチャに東条リオ。こちらの並びで34回戦対局がスタートとなります。トン一局ドラは急走です。さあ、改めましてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、勝又さんが早くも完全にシャンテン。早くもですか。早くも打点がないのでね、はい、初頑固になるとかじゃないと。さあ、親番の黒沢もまず画面図完成、残った形がちょっと重い。でも数番から行きましたね、はい、だからいろんな含み残してますか。チャンタの可能性を残した打敗選択ですね、はい、そして登場ワーカーかチャンス、一メンツこの手なので、うん、数番切ったならウーソーと。完全ウーソーからいった。もう本当にチャンタ重く見てる。阿久津も積極的に仕掛けます。行きましたね。カウンソー、ドラ色の本一、はい、一通と本一。そう、プレッシャーをかけつつ時間稼いで、はい、仕上がったら自分の時間みたいな。うわー、うまくいってる。いってますね、伸びてますね。阿久津さんも自敗重なったら戦える手ですね。はい、そして勝又はイーシャンテン、初のポンテンも聞く形、うん、東条は自家製のペーが統一と。はい、はい、結構ね、阿久津さんのこういうアグレッシブな仕掛けとかあって、はい、なかなか打てない人、躊躇する方が多いじゃないですか。そうですね、そう思います。阿久津さんのすごく素晴らしいとこは、はい、普通人は躊躇するような泣きとかリーチ選択をアグレッシブな方で打ってくるっていうのとかがうまくはまって、はい、若し視線とかフォーカス M とかで成績を残されてるので、はい、結構僕も見てて勉強しなきゃって思っちゃいます。うわー、来た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 、じゅんちゃん。これウーソーから切るってかなり勇気いりますけどね。これチーソーがちょっとドラそばだったり、阿久津さんのこの仕掛けのプレッシャーで切るのをちょっと躊躇させましたよね。さあ、このチーソー、阿久津勝ち。テンパイ、ウッパピンパ、強的には良さそう。さあ、勝又が先制リーチを入れます。リーチのみ、待ちはウッパピンです。登場一歩進みます。ここは、うん、本一の仕掛けも入ってるから、チュンはおいそれとはちょっと打ちづらいってことですね。チーピンは一発で打つような牌ではない。勝又のウッパーピン、なかなかいいんじゃないですか。場には1枚切れて、牌に3枚持たれているだけ、うん、山に4枚十分ですね。はい、残っています。3万バシッといきましたね。来ましたね、はい。その3万バシッとを見ると阿久津さんもちょっとどうしようかなってなるかもしれないですね。数万のワンチャンスの牌ではあります、うん、ただ親番の黒沢が言っているようには見えるんじゃないでしょうか。そうですね、ローソーも行く。ローソーは現物、ちょっと痛いか。チュン、はい、ツモ、はい、勝又がパーピンを積もり上げました。リーチツモ、500銭のツモ上がり、きっちりとね、ね、上がりを。うん、なんかこのハンちゃんもバチバチしそうですね。バチバチしそうですね、うん。いや、33回戦激しかったですからね。手が入ってる人がね、複数人いるっていう局面が多くて、はい、ぶつかり合いましたね。さあ、トン2局ドラは初です。親番は阿久津。阿久津さん後輩牌でしたね。さあ、東条もマンズが多い形、マンズ早い。統一は狙いそう。黒さんまだメンツありません。3統一、そして親番の阿久津、2メンツ完成、2メンターツもある。ドラこそないけど、タイヤを丸見え、はい、チャンスです。親番の阿久津がチャンス。
大沢さん4ドイツ。おー、3面チャンできた。伸びてきましたね、うん、イーシャンテン2刷新も見えるか。さあ勝又もゴツゴツしてきました。うん、あ、ちょっとこの手2刷新だともう先に何かできちゃいそうな感じですかね。でもなくはないですよね、リャンマン引いた後にソースでちゃんと作れれば、はい、決して可能性はなくはないです。まあ、ストレートにも関数マンズバッと埋まっての方が圧倒的に嬉しいですね。はい、3面チャンでリーチを行きたいところ、パーソンは残さず、うん、まあ、マンズのウッパーワンとか引いたイースーピン変化とかもありますからね。はい、さあ嬉しい通含みになってきた。はい、嬉しい。ペンさんも黒沢さんはちょっと厳しい。あ、嬉しくない、嬉しいけど嬉しくない。手は進みますが、うん、ただ残します。そうですね、3万ちょっと先に打とうかなっていう間でしたかね今。ああ、3万先打ちありましたか。ちょっとあったと思いますね。はい、まあ、こういうのとか、はい、3万を打っとくと一数ピンの、うん、要は関数案 の、はい、の関数案が残るテンパイが全然嬉しくないから、はい、ちょっとこういう変化、はい、見た方がいいかなって間を少し考えたんだけど、うん、まあやっぱりストレートにストレートにっていうところでしたね。はい、さあメンステも見えてきたぞ。4と1目3増ドラは初、ここは嘘切り、はい、東条さんも形がいい、いいシャンテン、いいですね。ポンはまだバゼロなんで、ポンテン取るかも一つの見どころですよね。はい、1枚目のトーン、はい、山に2枚眠っております。うん、順目的には取っても、あ、これはシャンポンでリーチだ。テンパイ、あ、9は握れ、闇テン、9は2枚切れてるから、はい、ちょっと受け気味、自敗が高そうって思っているのかな。あ、でもやっぱ相方が握れだとちょっと心もとないのかなっていうのもありますか。だから積極策を取ってるシーンもあったので、はい、リーチも打ってもおかしくないかなとは思ったんですけど、はい、ちょっと自敗が分が悪いっていう読みが入ってるってことですよね、はい、この馬強。さあ東条がテンパイを入れています、うん、わあ、重ねたよ、ドラの初チートイドラドラ、いいシャンテン勝又。勝又さんの皮とかも変則手にも見える。うわー、これはでも黒沢さんはあんまり行く手じゃないんですよ。うわー、さすが。しかも3万メンツぶっ壊して、はい、あ、これリーチだ。さあグズリアンゾイ切れてテンパイ入れます。リーチビーフ、うん、町は6、9万です、はい、これだと東条さんの闇点が正解になる可能性がありますね。リーピンはつもぎり、いいシャンテン、ただ数ワンも上ワンも打てない、はい、トーン初も打ちづらい、打ちづらい、ションパイってことはもうEピン打って降りる可能性がありそうですよね。Eピンは登場が通している、はい、そういうことですね、はい、粘れない。黒沢チートイシャンテンでしたが、ここはうん、グッド我慢、はい、まあ、元々ね、あんまりやる気がないっていう手配と手組みだったので。さあ登場、赤ウーピンも打っていく、ウーピンは中筋、東条が、はい、いくらリーチをかけていないといえど先にドラを切ってまたこの赤ウーピンってなると、うん、もうテンパイは入っているんだろうなっていう、まあ、確かにそうですね、読みはウーピンかなり通りそうですけど、通りそうですよね、通りそうですけど、はい、あの手配が下らないところからは打ち出されないですよね、はい、何かあるなとはみんなは思いますけど、まあ、どういうテンパイが入ってるかまでは難しいかもしれないですね、読むの。ドラの初とかは怪しく見、あ、そうか、初切ってるもんな。そうなんですよね、はい、7巡目に初を切り出したのが登場、うん、さあこれ E1 とスライドできるけど、うん、ワンチャンス、ダブルワンチャンスですか。3万と4万の、3万があのノーチャンスになってますね。あ、3万ノーチャンス、はい、それかなり行きやすいですね。さあ東条の町はトンと9万、うん、トンは山にまだ1枚押し切った。6、9万はローマンが山に1枚あるだけ、1枚対1枚ですが、うん、はい、
佐藤2局は阿久津登場の2人転敗で流局となります、はい、佐藤城が押し切って転敗を維持と、うん、面白い選択でしたね。トンの闇点、はい、さあ阿久津が連チャン、トン2局1本馬、京卓は1本、ドラは初です。またまた、うん、初です。さあ勝俣一面図完成。東条またも自敗が多かった、あ、字と満図が多いかったですね。そうですね、一応本一も見るけど、はい、つも次第というところですね。阿久津まだメンツがありません。目いっぱいにはしない。こちら、あ、これは行きたい、行きたい、うん、黒沢さんまた我慢か、手配が悪すぎる。ちゃんた、じゅんちゃん、ちゃんたですか。うん、まあ、正直あんまりそれも目指すにも厳しい、うん、何かドラが重なるとか、はい、きっかけ次第、まあ、ちゃんとは見てますよね。あと一応遠い国士無双もちょっとだけ視野に入ってるかも、はい、地震で急走を切っていました。靴やはり安面ターツができてきます。うわー、つも効いてる、効いてますね。阿久津さんはコロチの3色は見えてる、はい、今回の注目は登場か、うん、赤ウソにくっついちゃうとちょっと難しくなりますけどね、はい、ただまだ赤ウソを切るほどではないと考えてる。うわー、甘露ピン、嬉しい。これは甘露ピン、満図を払うのか、はい、ただ甘3枚よく見えてるんだ。数ワンが3枚自分から見えてるし、なんか満図が安そうだから、はい、甘3万は感触は感じてそうですね。うっ、チャンス、赤ウソ打ってもおかしくはない。自身はシャーチャー、保留の E1 とかもありますね。ちょっと保留とぼかすと、うん、ただここは守備的に赤ウソから打ちました、はい、このシャーはもちもちの牌、あ、まあ、これ3ピン重ねたら数万リャンマンといきますか。そうですよね、打点でゴロチの3色イーシャンテン、うん、ローソーもなんか悪くなさそうにも見えますかね、はい、東条あたり、そして黒沢あたりは持ってなさそうな、そうなんですよ、はい、だから3万と同じぐらいローソンも良さそうに見えるのであれば、はい、もうこれで勝負と。さあ、そのローソン勝又が引き入れます、うん、登場名本本一、なんか形になってきたぞ、クロソはちゃんとこれ初がどこに行くかで全然変わりそうな局面になってきましたね、はい、まだ初が山にいいじゃん、点勝又さん3枚くっつき、うん、3枚もいるんですよ。いるんですよね。その3枚を黒沢さんが1枚引くだけで、はい、グッとね、あのやる気なかったハイパイが急にうわー引いたよ、引きました、ローソーダイレクトに引いて阿久津先制転敗を入れます。リーチ単位を高めはウーマン、え、しかもなんかウッパーマンもよく見える、よく見えますよね、ウッパーマン、マチファ、ウーマンだと高めゴロチの3色です。仕掛けて両ピンか E ピンあたりを打って、で初が重なって勝負、初が通るか重なって勝負の構え、はい、両ピンはリーチの現物、 E ピンも 100% 当たらない牌ですね。 E ピンが場に入れ、はい、E ピン切りからこの地位でどうなる、あ、今マンが出るとね、もうね、ちょっと期待しちゃう、はい、ドキッと、うん、いやー、ドラ打てるのか、リーチに親りにドラを打ったらすごい、はい、さすがに。でもこれ山にいっぱいいますからね、初、いますね、初って引く可能性があるんですよ、初あるんですよね。しかも黒沢さんといえば特技ドラ切りという異名を持つ、あ、ドラ切りじゃない、ドラ引き、ドラ引きという、はい、これはかわしてにしましたね、東条さん、東条スーピン落ちしてダブルバックの形、うわ、隣、うん、ウーワンって何枚いるんですか、うん、高めのウーワンは、場に1枚2枚2枚切れているので山に2枚、2枚いる、はい、安めのパーマンは手の内に2枚使われています。そして場に1枚切れということで、あー、そうだ、闇点入ってた、はい、ちょっと見逃してるうちに入ってました。しかも高めの3色の方急走で上がり、勝又ピンフ3色3900-4200の上がり、京都切り一本も大きい、宝珠も激痛だから阿久津さんも激痛、はい、全てを
ね。ね。入ってましたね。入ってましたね。忍んでましたね。ちょっと見落としてたら大変失礼しました。はい、油断もできない。入れてきますね。いや今のすごく嬉しい上がりだと思います。はい、勝間一太にとって大きな上がり。さあトン三曲親番は勝又、ドラはローピンです。はい、あんこた。あんこた、あんこちゃん2つですよ。あんこちゃん2つ。ただ現状はまだ打点が見えない。三、はい、あんことかドラを引くとかしないと打点は見えないですね。そうですね。さあ勝又ドラドラ。うん、単野を変化まですればいいですね。そして登場は4統一、5統一目、チー統一、イーシャンテン。なんかみんなゴツゴツしてきましたね。してきましたね。キューピンは自身で切っていますが、うん、振り点残してドラ受けもあるし、はい、そう靴は伸びてきましたね。貫数ピン、うん、形がいい、うん、どうする、パーワンか。単野変化は見たいですね。はい、ドラドラあって打点は十分なので、さ東条さんもちょっとまたチート寄りの選択、黒沢さん振り点含みだけどサブロッキューピンある。さあイーシャンテ ン目まぐるしい。チートイドラドラ、分岐点、ローワン切って保留するか、キューワン切って単野を行くか、どっちかだと思いますね。すで、はい、にチートイツに取ればいいシャンテン。そうですね、ローワン切ると一応保険は保留にはなるけど、はい、ということですね。まだ保留、この順目では、はい、うん、決めきれない。あんこが、あんこ登場も、あんこちゃん、あんこちゃんが増えてきましたね。うわー、統一残したチューンを重ねてバッチリ。ただキューピン振り点がどうか、はい、うわーリーチだ、うれしいドラ引き。さあ靴がリーチといきます。リーチピンはカドラ、文句なさすぎる。待ちは椅子、そう、うわーうわテンパイだよ、テンパイ、テンパイチューンもちもち追っかける、行きました。黒沢さんアンパイあるか、アンパイなかったらチュンチュンは全然ありますよ。危ないですね、チューンが危ない。スーワンは、はい、うわー寒い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 、ローピンは大丈夫。そっか、ここでドラのポン Q1Q1 がある。ありますか、来た勝又ドラをポン Q1Q1、 もう勝負だ、無筋の9万勝負していきます。2件リーチにドラポンで戦う、そして、いや危ない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 、あまだチーピン大丈夫なんだ。いやチーピンは1件にしか通ってない、1件にしか通ってない、あそうですね、一件しか通ってないですけど、ローピンがポンされたことによっ て、ワンチャンスではあります、うん、とはいえチュンにてあの簡単に手をかけないのが、いやでもさすがですね。じゃあでも本当に積んだら、いやでもパーピンはまだ攻めてるんですよ。攻めてるのか、はい、リーチを、だって2件リーチにドラポン入ってドラポン入っちゃってるけど、前向きな選択、待って待って待って、勝又さんイーシャンテンまで来てる、ありますよ、え怖い怖い怖い、でもこれでウーソーでほらウーソー切れるイーシャンテン、いや怖いんだけど本当にそうだよね。わあしかしやっぱり強いイースソー、ここは靴が制しました。リーチツモピンフアカドラ2戦4戦のツモ上がり、これは嬉しい。そうだね、攻めてる、はい、ね、東条リオの追っかけ、そして勝又のドラポンが入った中、阿久津積もり上げました。いやめちゃくちゃ面白い一曲でしたね今、ちょっとまだ続きみたい、戦場、そう戦場だったよ軽く入りたくないちょっとね、うん、いやすごい、あん中入って疲れちゃいます、ね、命が足りない、いくつあっても気が持たない僕とかは震えますね、震える、ちょっともう勘弁して、うん、おいおいガタ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 言ってます隅っこで、はい、面白かった1曲。さあトン4曲となりました。親番は登場、ドラはリャンマンです、うん、黒沢さんがなんと初統一で、はい、役の仕掛けができそうですね。注目は黒沢、うん、だら仕掛けるのかな、勝負手にもなりうる、まあ、泣かないで有名な黒沢ですから ね、 そうですよね、まあ、面前で入れてリーチしてドラ受けもあるし、はい、っていう方を重く見るのかな。対照的に阿久津は仕掛けもありそうですかね。うん、あ、白がもちもちになりました。一応阿久津さん6、7、8の3色もあるから、はい、仕上がれば勝負手にもなるんですよね、はい、それも込みで考えると1枚目はまだ、うん、スルーは全然ありますね、はい、むしろチーソーチーとかからだったらもしかしたら入りやすいのかもしれない。ああ、両天秤ということですか。そうですね、3色一応の後付けと、うん、ビサのトップ目だけど曲昇華にも価値が出てきたので、はい、お、
勝負点になってきた。さあ数人メッツを外してく。本一も視野にといった一打でしょうか。ただドラウケのリャンマンもあるから、はい、まあでもトーン重なったら本一ですよね。行きたいですよね、はい、面白い。うわあ、統一点になってる。一旦ウーピンですかね。やっぱりアンコールだけでもう面前でリーチで十分な打点にはなりますから、はい、うわ、なんか毎曲ゴツゴツしてません？してますね。誰かに絶対チートイツ入ってるみたいな、ちょっと公式ルールみたいになってきてるけど。なってますよね、うん、今日のなんだろう、タクのご機嫌がゴツゴツした。ドラ切りましたね、ノータイムでしたね。はい、さあ勝俣チートイツ赤1イーシャンテン、シャワー手の内に残します。親番の登場はこちら。いやー、阿久津さんの捨て牌でノータイムドラ切りは結構怖いですよ。そうですね、ちょっと残す選択。さあこれでイーシャンテン、はい、イーシャンテン両面両冠、白はもちもち。もうこれは泣かなそうですね。あの白は泣けないですからね、はい、さあ初は初は無風でした。あ、テンパった。無風からのシャアは、シャアは倍1、倍1言ってもおかしくない。さあここはリーチ勝又、リーチチートイザカイチ、待ちはシャア短期。やっぱ短期はね、シャアで待てって、シャアで待てですね、いますからね。シャアは山に、やばい、2枚、やばい、うわー、タイミングがバッチリすぎる。噛み合いました、勝又の上がり。リーチ一発、チートイツ赤いチ8000の上がり。いや苦しい、黒沢さん今日、はい、いや打ちますよね、うん、あの手配、黒沢の勝負手、あとはこの親番で勝負ですね。はい、さあ難入です。難易局、親番は黒沢、ドラチーピン、お、いいんじゃないですか。いいですね、はい、まずまずまとまっているような感じ。赤津まだメンツありません。両面ターツが豊富、うん、さあ勝又しごろしごろ、二面図完成。道場ドラドラでも悪い形が、はい、うん、道場、そうですね、やっぱ勝又さんが抜けてますよね、うん、ペン三丁とか言ったらもうなんか上がったみたいな形になってる。あ、でもパワーワンから切って脈拝を重ねた時の安定感を考えてますよね。はい、熱く持ちましたね。そうですね、嬉しい。ドラ引きは選択、そう、なんとかチュン重なった時に、はい、ポンが安全度が高いから、はい、薬牌のポンがかけやすいのでパワーの効率よりも薬牌の方が嬉しいと。はい、あ、いい、いいローワン、いいローワン。阿久津がもうどんどん伸びて、いいシャンテン、ドラ受けもある。うーん、トンがアンコールともうリーチメインですからね。勝又ですね。そうですね、しかもやっぱもう自敗のあんこがあると、うん、もう守備を正直考えなくても、はい、無視していいですよね。そうですね、ほとんど考えなくてよいので、はい、守備のためにこの牌残さなきゃな、どうかなっていう、そう、悩みが解消される。なくなりますよね、攻めやすくなりますね。はい、さあチーズを引いて急ぎりとします。うん、なんか東条さんのチートイツ率が高いですね。いや、たまたまだと思うんですけど、うん、手がそういう風になってるから。あと選択があった時に割とこう、ね、あんこからの1枚離すタイミングもあのチートイツ寄りの選択ですよね、はい、が多い選手ですよね、はい、うん、あの私なんかは逆にあの結構あんことか面瞬時手っていうのを、うんうんうん、残すタイプなんですけど、あ、いや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 、嬉しい、ドラ引き、もう嬉しすぎる、はい、リャンワン、阿久津の町はリャンワン、リーチドラドラ。勝又さんもトップ争いのライバルだから、ここは簡単に引きたくはない。登場イーシャンテン、なんとチートイドラドラ。リャンワン結構いるんじゃないですか。リャンワンは、川に1枚切れているだけ、そして手の内に2枚使われているということで山に5枚、5枚、5枚。勝又さん追いついた。ああ、東条さんも追いついた。怖い怖い。みんなテンパイ。急にテンパイ。東条、ジートイツ、ドラドラ。ま、は赤、ジーマン。現状ジーマン。いやでも変えますよね。変えますね。これを変え、え、ジーマン。リャンマン。このリャンマン。阿久津。いやもうここは勝負したい局面ですからね。リーチドラドラ5200の上がり。
阿久津の上がりです。リーチが阿久津さんじゃなかったら、はい、勝俣さんも引き切りになった可能性はあったんですけど、はい、ここで阿久津さんに上がられるとトップが厳しくなるので、推し要因になりましたよね。はい、さあ何2曲小屋番は阿久津ヤンマです。赤赤眩しいシャーマンコ勝俣想像が多い、ね、ドラ1枚5200打ったけどまだ万願ぐらいの圏内だから、はい、勝俣さんもここは勝負どころですね。黒沢はちょっと打点が見えないわ。ドラドラドラが3枚、赤赤ドラ。いやー勝俣さん本一行くにもちょっとね、うん、パーソーという選択なんですね。場に1枚切れのパーソー、そうですね、柔らかくしていって、はい、上がりやすさを求めていく、はい、受け入れマックスに広げてといった感じですか。うん、受け入れマックスだったら白とかなんですけど、あ、そうなんです、白は本一になった時にあなるほど、本一も受け入れマックスってことですね、はい、使いたいという感じで、なるほど、確かにそうですね。あれれ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 、あっさり、簡単にあっさり、あっさり、やばい、これ積もったらトップ率が急上昇、上がりますよね。さあ阿久津の先制リーチ、リーチ赤ドラ、町はサブローピンです。サブローピン、サブローピン、サブローピンは3ピンがない、そうですね、3ピンが、いや3品ないですね、手配に使われていますが、うん、ローピンが残り3枚、はい、に残っています、まあ、この順面にしてはねちょっと薄いかもしれませんが全然十分だって、誰も行きたくないもん、あのリーチに、はい、迎えれないですよね、うん、今回は形が、うん、勝俣さんがリャンゾーとか入って粘れるかどうかぐらいですよね、はい、あでも黒沢さんも厳しいか、ドラが来る、アスクツの街はサブローピン、うん、もう流局するか、あでもちょっと、はい、勝又粘っている、うん、一番粘れる可能性ありそうなの勝又さんですね、点数状況的にも。勝又って粘りがこう強い選手ですよね。なんかちょっとちょっと目を離したら気がついたらもうこんな復活してくる、そう、でその復活するためにはってい こう道筋考えるのがすごい、そう、しかも早いんですよね、打敗選択が、はい、事前に何が来たら何を切るって、うん、まあみんなもちろんそうなんですけど、はい、それを2手3手多分人よりも読む精、はい、精度 ね高そうです、高いですよね、高いんですよ、本当何回も何回も勝又がこう先制リーチにこう回って回ってというか、うん、押し返して、ね、押し返していく姿、うん、はい、見ています。ただ阿久津、いやーリーチは盤石か、勝俣さん数ピンがちょっと切りづらいので、まだ2ピンも1枚しか見えてないから、はい、いい数ピンが全く否定できない、ピン図の下の情報が全然ないですもんね、ないですよね、だから数ピンにくっつけて筋のパワー1あたりで粘るかどうかみたいな選択になるかもですね、はい、まずはくっついてから、そうくっついてから、もしくはストレートな転廃、急走はチートイツがあるんだ、はい、チートイツイーシャンテンとなりました、切りづらい数ピン、お、いった、勝負局にした、しし、ね、そうですよね、 E スピン全く否定できないですからね、ここは勝負局にしました、はい、ここで積もられたらもうダメだっていうことですね、はい、ということはもうトップを狙ってますよね、掴んだローピン、いやもう数ピン通しちゃったから逆にローピン切りづらい、はい、さっきよりも危険度は増してますね、はい、今ローピンです、右端はローピンは、いやー怖い、阿久津のあたりでローピンは止める、これ数ピンを勝負してない時だと、はい、ローピンまだね押したかもしれない、はい、どんどんこう当たりの濃度が濃くなっていく、濃度がそうですよね、ということですか、まあ、やっぱり麻雀って確率のゲームなので、はい、通れば通るほど次の無筋が危ないのは当たり前なんですけど、はい、冷静ですよね、本当に冷静ですね、数ピンのプッシュがギリギリだっていう判断ですね、はい、素晴らしい、チートイツイーシャンテン、でもまだありますもんね、ローピンも山にいるから、勝俣さんがローピン引いて想図の短期で粘るっていう道がまだ残ってる、あるんですよ、そこに注目ですね、はい、うおーうおーやばいやばいやばい、しかもローソーは結構通りそうだから、はい、リーチに通ってるんですよね、あ通ってる、あ通ってる、はい、本当だ、黒沢が通してますね、じゃあ上がりまである、いやありますね、しかも老僧は、あーすげえ、すごすぎる、何これ、怖い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 怖
さあ勝俣の上がり、チートイツドラドラ6400の上がり、うわー決まった。勝俣の押し返しが決まりました。阿久津の当たり牌を 2枚吸収、 IQ 測定不能、不能、いやゾワッとする、さすがすぎますね。いや本当そうですね。まあローピン引けたのがもちろん、はい、あのラッキーなんですけど、はい、スーピンは行ってローピン止めて、はい、止めて、もうあの一連の流れが完璧すぎますよね、はい、そして最後の待ち取りも、はい、震えた、震える、ゾワッときます、ゾワッときますよね、あれ打った方も、はい、うわみたいな。さあこの親番でももう一回、まだね阿久津さんも、はい、さっき5-2を直撃して6-4取られただけなんで、はい、まだまだ分かりません、まだ分かんないですね。さあ南三局、親番は勝又、ドラはイーマンです。なんか黒沢さんずっと厳しいな、ね、ちょっと手配重い形、はい、阿久津赤メンツあります、そうです、1メンツ勝又今回ちょっと重い4と1目重いですね、トーン白発、白から打ち出していく、東条はちゃんとか、あ、いやまたチートイツ、ダブナンもトイツになりました ね、 そうですね、まあ、今回はダブナンだからさすがにチートイツよりは、はい、ダブナンよりだと思いますけど、あっさりチートイツ転廃するパターンもありますから ね、 ありますね。チートイツなんてただこのトーン2枚目仕掛けていきます。トイトイだ。トイトイ。トイトイだけど、もしかしたら何バックというか、何、はい、から泣いたらテンパイ取る可能性もゼロではない。はい、最後、親番ありますからね、東条さんは。チーマンなど引けば、一旦ちゃんととかにもなります。あんまり取りたくないテンパイ。取りたくはないけど、まずは何が出てほしい。そうですよね、まずは何ですね。馬券をよく見ると、パー1、9番もすでに1枚ずつ見えてるので、でね、これよく見ると、トイトイも難しいですね。はい、結構、残った牌の枚数を考えると、うん、そうです。うん、ただ、全然、あの、ポンできる可能性はまだあるので、トイトイももちろん狙ってると思います。さあ、阿久津さんもイーシャンテン。いや、今日はすごいですね。すごい戦い。うん。うん、さあ、あの、はい。連盟チャンネルでは、あの、方戦、公式ルールの方もやってるじゃないですか。はい。今回の選手、公式戦の方でもすごい皆さん、あの、好調な選手が多くて。うんうんうん、まず、勝俣が A1 リング。そうですね、エワリーグ、リング、リーグ、はい、はい、現在首位で、はい、はい、そして黒沢も3位と、うん、そうですよね、うん、なってますね。そして阿久津も C1 リーグ今いるそうで首位なんですよね。東条も昇級ラインにいると、あ、てか昇級、昇級ですね、そう、昇級しましたね、昇級になりましたよね、はい、昇級が確定してるので、はい、そうですよね、阿久津さんも、うん、早いですよね、上がっていくの、いやめちゃくちゃ早いですね、多分若獅子で C1 にヒュッてきて、うん、あ、そっかそっか、そのまますって B2 に行く、やっぱ B リーグの壁ってかなり厚いので、はい、C1 から B に行くのが本当に難易度が高いので、はい、今油がノリに乗ってると言っても過言ではない。で、東条さんも昇級決めてますもんね、はい、すごい4名、うん、黒沢さんさすがにお休みか、今難が来ちゃったから、そう、もちもちに、そうですね、ほとんど、まあ、正直死んだと言っても過言ではない状況になっちゃってますね、東条さんの手は。あとはチーワンを引けるかだけど、チーワンがもうない、ほぼ1枚1番に2枚切れて2枚持たれてるので、はい、ポンしてのテンパイ取りぐらいしかないですね。パーマン9万、はい、でも経点でも大きいですから、大きいですよね、そうですね、もう上がれないんだったらテンパイ取った方がいいですよね、うん、もう、わあ、来た、さあ、アクスがテンパイ売れます。なんかこのハンちゃんはアクスさんと勝又さんがバチバチやり合ってる局面が多いですね、やり合ってますね。さあ、アクスリーチといきます。リーチ、ビーフ、赤ドラ、待ちはイスピン、うん、あ、東条リャンピンね、ションパイ、さあ、筋、そうですね、うん、まあ、なくはないですからね、リャンピン待ちも、うん、3ピン切れ、うん、切る牌が苦しいのかな、厳しいですか、ここはワンチャンスの9万、はい、阿久津の待ちはイスーピン、イスーピン、イーピンはありません、スーピンが山に2枚、2枚、はい、まだこの順目で、はい、
残っています。じゃあ全然積も上がりもある。あります。だってここね、積もって1326にしとけばオーラスほぼ並びますからね。積もると満貫ですね。赤ドラですね。あ、赤ドラか、はい、失礼しました。裏乗ればハネマン。じゃあもう上がったらトップ目だ、うん、大きい。苦しい。積んでる？そうなんですよね。先ほどは9万と1落としてきました。パワーマン。ローワンが3枚見えてる。はい。ってことですね。ローワン7チャンス。うん。勝ち方からスーピン打ち出すことはなさそう。ないですね。はい。残り1枚。残り1枚引けるか。引けたら大きいぞ。うん、引けず。はい。勝負はオーラスに持ち越しと、はい、あれあれここで止まってるってことは、まあ、チーワンは通ってるんですけど、仕掛けに対してのギャですか。うん、そうでしょうね、はい、大丈夫だとは思ってるけど、一応他にいい牌ないかなっていうことですよね、うん、サーク繋がり牌は登場のもとに、スーピンはちょっとドム筋ですね。そうですね。ただ他にじゃあ何切るんですかって言われると、はい、全部多分無筋になってるので、トイツの難を切るか、はい、ワンチャンスのイーソーを切るかってことです。イーソー、ここはイーソーを選んだ、うん、しのいだ。終盤のワンチャンスだけど、あの、はい、場に切れてないワンチャンスなので、はい、押しやすいってことですね。サナン三局は阿久津の一人転敗で流局となりました。さあ勝負のオラス、はい、ん？ん？なんか良さそう。難4局。親番は登場。ドラは3番。赤ドラ、打点は十分。黒沢は手がいいんじゃないですか。阿久津もメンズありませんが、両面立つ3組。勝又、想像が多い形。想像の一通が見える。仕掛けもありそうですね、勝又さん。登場。もう目に見えて1万2000。やだ。怖い。6000オールまであるのね。わあ。赤嘘引きれます。うわ、これでもう打点十分。はい、34回戦現在トップ目は勝又36,900点。ただ東条も一上がりで、そうですね、4000オールとか引いたら、はい、うわー、目に立つこともある。仕掛け OK、 勝又さんも一通の仕掛けもある。ありますね。もう上がればいいんだから、はい、うわー嬉しい。スーピン、うわー、なんか、うわー、今回黒沢さんもいい。ただ黒沢ちょっと打点的にもうちょっと欲しいんじゃないでしょうか。いや欲しい。せめてラス抜け、はい、ラス抜けまで6300点、リーチ棒1本。なんかリーチピンフにもう一つ何かつけたいような、うん、リーズのピンフだと4400+5000、5400しか縮まらないので、親と、はい、足りないですね。もう一個裏位置とか、はい、欲しいですよね。そうですね、まあ、両家でリーチして裏ドラ期待っていうのが自然になりそうな気はします。あとは6チッパの変化がちょっとあるか。はい、ありますね。はい、阿久津さんは仕掛けメインだから、うん、タイヤを寄りにしたいはず。第4局1本は供託が1本ということで、阿久津は、はい、あー急所、これ仕掛けられるとチャンスだよ。東条さんも、東条が関数万を打ち、しかも超迫力あるドラの3万と右腕が、はい、すでに5800以上と。そうですね、あと赤かドラ1枚あればということで、阿久津さんちょっと守備寄りになりましたかね、はい、ウーピン持ちすぎてられないってことですね。天敗、スチーマン12,000。登場の町は、スチーマン12,000だよ。だってしかもトップ争いしてる2人に対して12,000、これこの瞬間ちょっとまだ打ちたくなりますよね。打ちたくなる。いやだってもうローワンとかもね、はい、スチーマン山に残り4枚。これは上がったんじゃないですか。気が早い。勝又ちょっと危ないですよね。危ないです、危ないです。スチーマン来ると、うん、危ない。手がいいだけに危ない。道場、いやでも想図は結構整理してるように見えて、マンズかピンズの中頃、危ないですね。あと1枚はプッシュするかもしれない。さあ道場はタンヤを赤ドラでテンパイを入れています。スチーマン、まずは黒沢の手に。いやきついでしょこれ。ただドラそばだから、はい、打点が欲しいっていう理由も込みで取っとく可能性はある、はい、じゃあ他に何切る。くっつけるってことですね、はい、そう、打点も欲しいから、欲しいから。うわドキドキしてきた。
でもまあまずよく止まったと言えますよね。そうですね、もう、はい、うわあ、ドラも出る。ドラが出たらよりちょっとスチーマー、そう、ドラが薄くなればなるほど数話の価値も下がるので、はい、黒沢さん打点欲しいけど、はい、うん、ってなると思うね。ええ、まあ、これまさか5万、5万、いやでも嫌なんじゃない、もうなんか嫌な気を、行く、まだ行く、いや5万行くとはもう本当に、いやでももう満足の6度5が通ったから次のスッチーワンは止まる可能性あります。これサブローピン本命に見えちゃうんじゃないかな、黒沢さん的に。となるとツーピンチーピンあたりも行くんですか。チーピンは可能性はあります。チーピン切ってドラ切ったらリーチ行こうみたいな、そう、うん、そうなりましたね。ドラ切ってリーチして積もって、はい、リーズもドラ1とか、リーズもドラ1は足りますからね。さ登場さあ、まだいますもんね。3枚います。3枚で合ってる。1枚減っただけ。じゃあ3枚、あー、イースー1、おー、しかもウーソーはちょい押しに見えますね。阿久津が天敗、そうだから勝俣さんちょっと止まるかも、はなんか来たみたいな。ビンフ赤ドラドラ闇天の8000点の天敗です、うん、うわ、パーソー抜きましたね。え、これイースー1は、スー1かぶってる E1 は、 E1 は、うわー、 E1、 あ、 G1、 いや G1 なんですよ、もう完全に捕まってる、粘ってる、はい、粘ってる、これが M リーガーの粘り、いやーかっこいい、うん、自身ラス目ですよ。いやーもう痺れますね、切りたくなりますよね。だから東條さんの連チャンがあるから、はい、折りやすさはある、黒沢さんも連チャンにかけて、そうです、9-1 じゃない、 9-1、 いやでも G1 切ってテンパイ取るはあるかも、あのピンズに上がりがあると、うわー、痺れる、これは痺れますね。天敗量も大きい局面だから、はい、取ってもおかしくないんだけど、あれ風間さんまた天敗、また、あ、掴んだ、この今阿久津の上がり、うわー、阿久津が忍んでおりました。ピンフ赤ドラドラ8000は8300の上がり。さあ、この上がりで34回戦が終了となります。34回戦はトップから阿久津、2着に勝俣、3着に黒沢、そして4着は東條、以上の結果で終了となります。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。もう今日、ね、いや、見どころバッチリでしたね。見どころも多かったし、ぶつかり合うし、ま、特にね、うん、このオーラス、あ、今ちょっとなんか、はい、感想戦始まってますけど、始まってますね。あ、黒沢、いや、このオーラス結構見応えありましたよね。ありますよね、うん、いやだって黒沢もファッとね、スッチーマンどっちかね、切る瞬間も勝俣も実は転敗してるのを見せないのかないや、見せよう見せない見せない見せない、なんか面白いですね、これ全員が手開いて、勝俣もね、実は打てなかったっていう局面、実は勝俣さんもカンパーピンでしたっけ、カンパーピンで転敗ってる、はい、転敗入れて、そう、ウーソー、やっぱりウーソーに指さしてるから、ウーソーが怪しい、結構これはテンパっててもおかしくないみたいな読みが入りそうですよね、はい、今ですよね、勝俣先生の講座が始まる、ウーソーが強い、はいだよと、うん、まあ、うんうんと、うん、それに合わせて僕はパーソー切ったんだよ、粘ったんだよ、うんうん、うん、みたいな。いやでも東條もね、 E1 切る手ですもんね。いや、もう切らなきゃ話にならないから、はい、親も終わっちゃってね。なんか泣いた直後はこれは東條さん上がったかなみたいな気がしたんですけど、はい、思いましたね。黒沢さんも、あ、気がついたらトータルが出てます。はい、はい、では本日の、成績表が出ました。で本日、3着トップと、ポイントを伸ばしました。現在首位に立ちます。来ましたね、はい、トータルプラス 206.0 ポイントと、はい、はい、首位を守りきりました、続いて現在8位、勝俣健二、トータルプラス 67.6 ポイント、本日は1着そして2着と大きくポイントを伸ばしました、うん、続いて、11位、黒沢咲、トータルプラス 49.2 ポイント。今日は苦しい一日となっていました。4着そして3着、はい、そして最後に14位、東條リオ、トータルプラス 17.6 ポイント。東條は本日2着そして4着とポイントを少し減らす格好となりました。はい、はい、以上の結果で33、34回戦
うん、まだ続いてます。続いてます。いやでも講義がいいですよね、教えてもらいたいですね。フォーカス M は練習の意味も含まれているリーグ戦なので、うん、はいはい、まあ、直接東條さんがこれからMリーガーで活躍するために入ってる、はい、っていうのがなくなって、もう要はこうしちゃうと両面両面ですよって分かるから筋とかが押せちゃうんだよ、こっちの人とかが。だけどこれをこうすると具形も全部あるから、あの例えば俺は今パーソンを打ったんだけど、このパーソンが当たることが 0% になっちゃったんだよ。あ、4層リアンチョンの順で来たんだっけ。こうシャンポンとかも残っちゃうわけ、具形が手配残るからね、シャンポンがあるから。そしたらこれ切れないで俺が降りたって、一番に説明だから降りたって人が出てくるけど、こうするとこのまたぎとかが全部通っちゃうから。あ、高い点の時はね、高い点の時はこれで4ロンの時もあるからさ、絶対ダメとは言わないけど、なんかこれが自順ロンになっちゃうよりも俺らに手配を読まして、あの止められる方が嫌じゃないっていう、どっちが嫌かの話ね。これがロンになる可能性と読まれるのとどっちが嫌っていうのを考えなきゃいけない。でもこの順目でさ、これが論になることなんて、まあ100回に1回とかしかないんだけど、こう切ったことによって俺らが読んでこのスチーマンを止められちゃうケースは100回に30回ぐらい出てきちゃうから、こっちの方が損なんだよっていう。これはあのこういう番組作った方がいいんじゃないですか。あ、勝俣先生の講座。いや今めちゃくちゃなんか多分ねみんな喜ぶこれ、うんうんうん、だって嬉しくない、ね、ああいうの聞けるの、ね、なかなか聞けないですもんね、うんうん、はい、うん、なんかあのこう終わった後に勝又さんが選手として出てて、うん、20分ぐらいと 2,30 分ぐらいとかこう選手に教えたりとか、そういうシーンもあったみたいですよ今まで。あ、そうなんだ。フォーカス M でそうそうそう、なんていうかな、テレビとしては出てないけど、こう裏側でこう、うんうんうん、なるほどなるほど、そう結構ありますからね、選手同士ずっと、うん、やるのって教えてくれたりとかしてるみたいで、そう今ちょっと放送に載ったのは貴重な映像が残ったと思いますよ、ね、本当にこうやって ね、はい、ね、いや本当ね、勝又先生ぜひ番組もね作ってほしいぐらいの、はい、ちょっと毎回これやってほしいんですけど、はい、面白くない、このフォーカス M で勝又さんが出た回は最後に感想会が開かれるみたいな、ね、ちょっと ね、そういうなんかそういうのも ね、期待したいですね、はい、はい、では本当に本日はありがとうございました、はい、それではありがとうございました、はい、最後に番組の告知をさせていただきたいと思います。次回のフォーカス M シーズン6第35-36回戦は対局者佐々木久人と二階堂ルミ、古橋隆、そして三浦智博、実況は中野太鼓、解説は広柴田が出演されます。いや一日いろいろありましたが、本日ありがとうございました。ありがとうございました。そして、斉藤プロはこれからまた選手としても出演される、はい、選手も来るし解説も来るので、はい、また来月あたりですか。来月来ます。はい、はい、そうなので皆さん応援よろしくお願いします。はい、それでは皆さん最後まで番組のご視聴をどうもありがとうございました。次回のフォーカス M もお楽しみにご覧ください。それではさようなら。